事務所を務めております、はい、京都新聞の岡本と申します。よろしくお願いいたします。冒頭知事のご説明にもありましたように、あの保育園児の列に車が突っ込んで2人の幼い子供さんが亡くなるという痛ましい事故から1週間となりました。管理者からはこの事故について2点お尋ねしたいと思います、はい。まずあの事故のあった交差点についての対策ですが、あの巻き込み部の防護柵を設置したり車止めを設けたりといった交差点の改良について、あの言及されたかと思うんですけれども、これについてはいつまでにあの実施するというご予定なのか、スケジュールを教えてください。もう1点は、国に緊急で政策提案をされるというお話がありました。については国に財政支援ですとか安全対策を求めていかれるということですが、あのこれについてはなぜ県からこのようなあの要望が必要だと思われたのか、あとまたあの詳しいあの提案のもう少し、詳しい内容が分かりましたら教えてください。以上です。はい、ありがとうございます。まずあの交差点改良につきましてはできるだけ早く行います。まず緊急対策を、今とれる緊急対策を施しておりますが、警察の捜査が完了いたしました後にはできるだけ早く当該地の改良安全対策を行います。これは先ほど申し上げたように少し曲がり方を変えるということを含め、万が一でも車が歩道に入ってくる事態になったとしても、できるだけそれを干渉できる施設の設置含め、できるだけ早く対応いたします。また2つ目にいただきました国への要望についてでございますが、今ご質問にもいただいたように財政支援でありますとか、また技術的な助言含め、今最終取りまとめをしているところでございますが、この時点で考えうることをまとめた上で、国に伝えていきたいと思います。すでに大津市長からは、政府与党、特に与党の皆様方宛てにですね、緊急要望をしていただいているということでございますが、そういった内容との表則を合わせて、行っていきたい。なぜそういうことをするに至っているのかということについては、今回の事故を持つ衝撃の大きさ、これまで通学路については、これまでの悲しい事故を教訓として、さまざまな点検や対策が行われてきましたが、今回、保育園児の散歩の道中に起こった事故については、十分対応対策が取れていなかったのではないか、まだまだやるべきことがあるのではないかという、こういった社会的な要請等もいただいているところでございますので、こういった状況に鑑み、しかし県だけで、市だけで、民間だけでできることというのは限られておりますので、かかる費用面や必要な技術的な課題等を克服していくために、国の支援を求めるものでございます。しっかりとお力添えいただいた上で、二度とこういった事故が起こらないよう対策を講じてもらった。また何より大事なことは、やはり運転する私たち人たちが、常にあるでは注意を持ちながら、人や対抗する車等にも、思いやりを持って運転することが必要だと思いますので、そういった呼びかけと合わせて、今申し上げたような要望、対策等を行ってもらいたいと思います。その他質問ございますでしょうか。今の質問の関連なんですけど、はい、昨日、星市長ですね、はい、スクールゾーンみたいな感じの、いわゆるキッズゾーンという名目で言ってましたけども、通学路、小中学校の通学路みたいなものにあるものを保育園の周辺とかで設置するようなことを、国に求めていきたいというようなことを、国会議員の皆さんにおっしゃったんですが、それに関しては県として今のところなんか同じような考えなのか、教えていただけますか。越市長がどういう文脈でどの大
対象地でそういったゾーンをお求めになられているのか必要だと考えられているのかよく伺った上で意見としての対応を考えていきたいと思います。読売テレビの江坂です。2点ほど質問があるんですけれども、はい、1点が今回その事故があった交差点なんですけれども、県としては物損事故が過去5年間で13件発生したというふうに情報を取りまとめられていまして、ただ警察の方では死傷事故は2015年以降起こっていなかったという、それぞれのデータがあまりこう共有されていなかったということがちょっと取材で分かったんですけれども、こういった交差点の危険性というのを県と警察の中での連携があまりうまくいってなかったんじゃないかというふうに思うんですが、その点は知事はどう思われますか。また今後そういった安全確認や安全対策でどのように改善していこうと思われていますか。2点伺いたいです。はい、まず交差点の危険性についての認識の共有、情報の共有ということについてでございますが、今ご指摘ご質問の中にあった際というようなものは取り方の違いによるものなのか、また区分の違いなのか、そのあたりのことを我々としても改めて確認をさせていただきたいと思います。その上で大切なことは、この非常に悲しい大きな事故が起こってしまったという事実を踏まえてですね、先ほど来申し上げているような対策をこの当該交差点においてしっかり行うということと同時に、すでに点検活動等を始めさせていただいておりますが、県内の交差点等の確認をした上で、しっかりと安全対策を施しているということが肝要と思います。合わせまして、交通安全運動を含めですね、ルールマナーの徹底呼びかけも含めて速度対策もしっかりと講じていくことによって、この事故の教訓をしっかりと生かしていくということに努めてまいりたいと思います。警察の方に取材したときは、はい、こう死傷事故しか基本的には数えていないので、物損事故をあまりこうきちんとは集計を取っていなかったということがちょっと自分自身取材してそういうふうな対応だったんですけれども、ただ一方で県はそういった物損事故の13件というデータを持っていたわけで、そこの連携みたいなところは今後どうしていきたいとか、その情報共有とかの点はどうですかね。はい、この県内でたくさん発生する事故の、物損も含めた数をどのように把握しまた共有するのかということにはまだまだ課題もあると思っていますので、今ご指摘のようなことがあったとすれば、今後道路管理者と警察当局とでどのように集約するのか共有するのか、よく今後の方策等を検討したいと思います。ありがとうございます。先ほど、お話の中で、今回の事故に絡んで、9日から臨床心理士さんが、保育園の方に入っておられるというふうなことをおっしゃってましたが、何名の方が、入っておられて、例えばその子どもさんにどういうふうな変化とか、臨床心理士さんにこういうふうな不安とか相談というかですね、何か訴えておられることがあるのかとか、分かっていることがありましたら教えていただけないでしょうか。はい、すみません、今何人のスタッフが入っているのかということについては手元に資料がありませんので、ご報告確認の上お答えをさせていただきます。先ほど申し上げたように県の精神保健福祉センターからですね、翌日の5月9日より県の診療心理士会のご協力を得て、園に診療心理士を派遣しています。保育士の3名の方、一緒にいらっしゃった方は、怪我を負われておられましたので、
療養中の方の状況等も見ながら、またアメリカを配慮しながら、順次対応に、今週に入ってから対応に入っているというふうに聞いております。いずれにいたしましても、継続的な支援が必要だと考えますので、初動、すでに初動に当たっていただいております臨床心理士の皆さん、関係機関と相談しながらですね、大津市とも連携しながら、今後対応を行っていきたいと思っております。NHK の次の明日、近畿地方整備局との会議がありますが、この事故のことをこの会議の中でご質問でしょうか。その点を伺います。あと、その近畿地方整備局長に他に何か要望することがありますでしょうか。はい、近畿地方整備局長をはじめ、その局の幹部の皆さんとのこういった会議は、この時期定期的に行っているので、国の事業、県の課題等を年度ごとに確認、共有する場でございますので、有意義な場になるよう努めたいと思います。何をどういった形で述べるのか、申し上げるのかということについては、現在最終整理中でございます。直近で起こったこれだけ大きな事故ですし、道路に絡む、また国にある意味では、緊急要望を提案する内容でございますので、言葉でございますので、必要なことはしっかり申し上げたいと思います。この事故とはちょっと離れてしまいますけれども、ガイド川ダムについても、この地方整備局長に改めて何かをしたのを超えてでしょうか。国も大変重要な事業の一つですので、でまだこの間、勉強を行って、勉強会をやったり、一定の結論方向性を出したテーマでございますので、当然触れさせていただくことになっています。読売新聞の井です。よろしくお願いします。先ほど知事が質問に答えられる中で、通学路、小学校の通学路に対しては、これまで、いろんな教訓から私が伝えてきた中で、保育園の、散歩のコースというのや、やれることがちょっとあったのではないかという社会的な要請をいただいているというふうなお話だったんですが、県の方にそういうご意見だとか、子どもたちの散歩道での安全確保などといった意見が来ているということなんでしょうか。すみません、私の例えば元に知事宛に何かそういったものが投書やメール等でいただいているわけではございません。例えば報道を通じたり、またさまざまなヒアリングを通じて、そういった要請が出ていると認識しておりますので申し上げます。この他いかがでしょうか。すみません、なんと申し上げます。朝新聞の山中です。ダイドガードなんですが、はい、近畿地政だけじゃなくて、例えば下流域の大阪、京都の方とですね、直近で例えば知事に会ったりとか、もしくは担当者同士で交流が、このことについて、また意見交換したりとかっていう新たな局面といいますか、予定というのは今入っておりますでしょうか。はい、現時点で、皆様方にお伝えする確たる予定、直近の予定というのはまだございません。今後いつ頃こう知事、吉村知事とかですね、京都の知事にお会いして直接説明したいという思いっていうのは今のところ知事としてはありますか。事務方を通じて、現在調整なり相談をしていただいておりますが、この時点で何かいつ頃という決まってた予定、確たる予定というものはないのが現状です。その他いかがでございましょうか。ガイド川ダムについてですね、はい、昨日ある報道機関が
取り上げて、なんか大阪と京都の負担が大きいのでっていうようなことが結構大々的に伝わっ一般に伝わったと思うんですが、それでなかなかこれは反対の方向に持っていってしまうではないかというような、反対見た人が反対するような方向に行くのではないかというような報道の仕方だったような気がするんですが、知事はこの報道をご覧になったんでしょうか、それともでご覧になったとしたらどう思われたでしょうか。私はたまたまその報道がされていた時に移動中で、車の中も大変電波の悪いテレビで見ることができました。したがって全てをつまびらかに見れているわけではないのですが、今ご質問の中にあったような趣旨の報道がなされていたことも承知しております。これだけ長い時間をかけて、今に至っている事業ですし、ある意味では多額の費用がかかる事業でもございますし、上流と下流の関係の中で国の直轄事業とはいえ、さまざまな費用分担をしていく事業でだろうと思いますので、当然それらを負担することが求められる予定されている自治体からは、その内容についてのさまざまな反応等もこれは出て当然だと思います。ただ一方で、さまざまな事業がこの間進捗してきた、また勉強会でも取り上げましたけれども、この数年だけでもさまざまな雨の降り方ということが顕在化しているわけですから、そういったことを受け